ここは一体どこ？それにこの化け物たちは何？なんだこの化け物は。このままじゃやられる。死にたくない。誰かの声が聞こえる。捕らえれば情報を聞き出せるかしら。それにしても訳のわからないところね。メディウムたちもどこかに消えてしまったし。ありがとうございます。おかげで助かりました。魂を駆られたくなければ従え。化け物よりよっぽど恐ろしい。逃げるぞ。逃げたか。また別の人間を探すしかないようだな。ありがとうございます。なんとお礼を言ったらよいか。裁かれたくなければ従え。うわ、殺される。逃げろ。なぜ従わない？やはり人間はどうしようもなく愚かね。ここはどこ？私はなぜ襲われているの？ここはどこじゃ？奇妙な化け物がいるようじゃが。ここはどこ？答えないなら、あとは落ちるだけよ。私の邪魔をするの？なら、殺さないと。それが役目なら。妙な娘。私と同じ匂いを感じる。どこかで。あったような。このままでは勝てない。隠れて好機をうかがわないと。このノブニャガに従え。さもなくば打ち抜いてくれる。命知らずの猫、さばいてあげるわ。是非もなし。猫が魔人の娘に勝てると思うの？たわけ。わしこそ第六天魔王。小娘にはやられぬわ。そこまでだ。仕留めてやろう。落ちなさい。いやあ、お見事。ふざけた人間だ。お前も殺されたいようだな。とんでもない。力を貸してほしいだけだよ、英雄さん。ちょっといいか。頼む。ああ。いや。
すまない。この世界は泉の奇跡の力によって繁栄してきた。もともとここは作物の一つも実らないほど荒れ果てていたらしい。歴代の王が三種の神器で泉の力を操り、世界中の祠に恵みを行き渡らせることで人が暮らせるようになったと言われている。だが前の王が亡くなった時、泉と祠はなぜか急激に力を失ったんだ。そして新たな王が戴冠の儀を行う間もなく、泉も大地も枯れ果ててしまった。もはや打つ手はない。諦めかけた俺たちに叔母上は古い言い伝えを教えてくれた。泉が力を失い世が滅びに向かいし時、異界の英雄降り立たん。英雄祠に己が力を与え、泉を再び蘇らせ。英雄を導きし者、戴冠の儀を経て王となり、世に大いなる繁栄をもたらさん。泉に残された最後の力を使ってあなたたちはこの世界に呼ばれた。まあ実際に儀式をしたのはいとこの玉木だけどな。異界の英雄はこの世界に対して多大な影響力を持ってる。だからその力を祠と大地に分け与えてほしいんだ。泉と祠の間で水脈を通じて正しく力が循環するようになれば、泉もよみがえるはず。それが叔母上の見立てだ。ずうずうしい頼みなのは百も承知だ。だがどうか世界を救うのに手を貸してほしい。そして俺と一緒に戦ってくれ。ああ、愚かな人間よ。いや、そう。いや、おう、厄介だな。すまない。よかろう。そうだな。面白い。
違う。